不捨は岩王帝君の下で小屋舎の長を務め、雷の力を操っていた。我とは異なり神兵であり、将たる才を有していた。なるほど、そういうことだったのね。お？何か新しい発見があったみたいだな。この情報は白陽という名の術師が残したものよ。彼は私が調べている行方不明になった先祖なの。こんなに、これ全部お前の先祖が残した情報なのか？数百年前、とある貴人が私の先祖に大義板を渡したようね。彼ら兄弟は二人でこの法棒を持ってカーン・ルイヤの魔獣を倒すため双眼巨炎に来たみたい。出発した時は二人だったけど、帰ってきたのは一人だけ。その上、理性を失ってしまった。ご唱か。ええ。彼らは、夜叉の不捨と肩を並べて戦った。その時に、ご唱の力に染まってしまったんでしょう。記録を見てみろ。この記録を残した者の末路だが、永遠にここに残ることになったとある。あ、そんな、もう他に方法はないというの？どうしよう、オイラたち本当にこんなところで死んじゃうのか。そんなの嫌だぞ。こんなところにずっといるなんて嫌だぞ。今のは、まさか。一つ思い出したことがある。待っててくれ、すぐ確認する。旅人、新しい情報を見つけた。ここに来る道中、私はあの遺言を調べはしたんだが、それがどんな書籍に挟まっていたのかを考えていなかった。全て覚えているわけではないが、私はその書籍を読んだことがある。中にはこんな話が書かれていた。1000年前、仙人は悪獣を封印するため法棒を作った。後に人間の友を作ると、法器に用いるため法棒をそのものに譲った。数年後、山に大きな災いが降りかかった時、人間と仙人はこの法器を使い、力を合わせて妖魔を退治したそうだ。それだけではない、本にはこうも書いてあった。仙人と人間の力が一体となれば、天地の意を操り、都天征夷が可能となる。器を証しに人と仙が共存し、天地が一体とならん。もし仙人と人間の根結である私の力があれば、
効果ありだ。十分な力ではないため一瞬で効果は消えてしまったが、考え方は正しいのだろう。大義盤の中で何かが起動したようだ。皇天の意、御法の神、夜叉と人類は共に気候を握らん。封印の呪文だわ。不赦と私の先祖はこの空間の最上層を封印したのね。そういうことか。わかったぞ。みんな、今はまずイットとしのぶのところに戻ろう。そこで提案したいことがある。もう動けない。ここに残りたくないし、死にたくもない。オイラから離れないでくれ。パイモン、もう少しの辛抱だ。私を信じてくれ。行くぞ。